にちは、P です。ドラゴンクエスト10オフラインバージョン 2.0 のガイデンクエストやってみたいと思います。今回はちょっと、ね、順番が前後しちゃうと思うんですけど、アラハギーロ王国のお話、クエストナンバー248です。偽りのね、アラハにここにね、びっくりマークの人がいます。知り合いだったね。うん、そうです。そう、はい、私の長屋にいるみたいだよ。はい、こっちですね。見て見て、あそこにいるぞ。はい、何やってるんでしょうね。そうです。はい、寒い寒い。あー、凍死してしまう。うわ、怖いね。はい、流骨って大丈夫？はい、うん、いいよ。もちろん。はい。うん。オンラインでね、偽りのアラハに行って、セラフィーどうなったかなと思ったらね、すごいところに座ってたの。と思ってね、何が起きたのって思って、調べたらね、このガイデンで語られてるみたいです。ちょっとね、私もうオンラインの方忘れちゃったからね、今オフラインでやってます。え、何？ちょっと見てなかったぞ、やばいな。ドラゴンゾンビね、はいはい、 OK。 ドラゴン、まずドラゴンゾンビいきますね。オンラインの方でね、久しぶりに黒獣の装備を買ってね、見た目にしました。レベル80の装備ですね。懐かしかった。かなりね、私、極中大好きでね、街で作った。もちろん前のはね、なくなっちゃったけど。え、こっちじゃないか。E4。E4? ああ、違うね。こっちじゃないね。向こうだね。うんうん。こっちの、どこ他にいるドラゴンゾンビだよね。はい、いました。立ってる。結構寝てること多いんですけどね。はい、悪戦あっちですね。見通すは我が心の目、一気破ります。あ、この音したね。はい、あとはね、偽りのこの一番奥か。はい、下の方ですね。寝てる寝てる。
これがブレイブストーンで、一番奥のどうに行くの？ん？これじゃないな。光ってるのがね、あるらしいのね。下だね、一番下だよ。一番下ってどうに行くんだろう。これかな。あ、あった！これだ！あ、あや、怪しい。うん、道の認知になって。ちょっとね、説明聞いてなかったけど、怒られすぎた。見て。無事来れました。じゃあ、アラハですね。うん。だから、なんでね、王座に座ってたの？で、王様なのかなと思ったら、王様ではないらしいですね。これのね、お話がわかると思います、これね。3話あります。これが1話目ですね。外伝。怖いな。うん、はい、どうぞ。早いね、よかったね。1話目ですね。外伝はアラハ、ギーロ、今回のとね、あとセレダもあるし、メルサンディもあるし、グランデドーラ、4つあるみたいです。イゼロッタのその後の話もあるのかな、楽しみです。ダンクローネもね。うん、ああ、原因か。パーパー、あー、はいはい、なるほど、呪いか。紹介されました。どこだろう。あの紫のとこかな。え、この人かな。ですね、はい、これは後でやりますね。どこ、王国の F6 民家。え、やっちゃ、さっきのとこか、やっぱり。
いる？あれ？ F6 だよね？これ F6 じゃないの？いや、F6 だよね？え、なんだろう？え？どこにいるんでしょう？いいのか？あ、ここ？足が、あ、なんか、上かな。ちょっとね、攻略サイト見させてもらったら F6 って書いてあったんですけど、いなかったよね。どこでうろうろしてる。ん、東の城壁の女神、東ってこっちだよ。城壁ってどこ。あやね、城壁？あと？あ、何かあるの？あれか、この上か。あれどういうこと？マジあんなとこ行ったことある？あ、これ？いや違うな、ここだ。初めてか。あ、来たことあるのか。忘れてるだけだね、きっと。めっちゃ怨霊よ。どこ？あ、ほんとだ。あば？これバッファローかな？あ、ベルムドア。仕返しなのかな。あ、来た来た。いた。あー、はい、はいはい。ですね、音量の正体。南か。ルーラストーンもなかったかな。あ、あのね、建物の中でも使えるルーラストーン、なんて言ったかな。これをね、もらってきました。これ、大事なものの、ルーラーブースター。これ、いいよね。オンラインにはないです。オフライン専用だね。これ、建物の中にいても、飛べるの。すごいとかも、ちょっと、何この辺？え？あ、余計の？あ、あそこか。
すごくね、便利だよね。オンラインでも欲しいよ。なんか、これか。これ、王様がいたとこだよね。あ、当たってたみたい。あ、いるね。うん、みんなこんなとこに隠れてたの？ああ、うん。うんうん。兵士長、あうん、あ息子さんなんだ。人だ。うん。ああ、ひどいね。うん、買わせたんだよね。はい。今者たちが立てて、どんどん次々って言ってたよね。B ですね。人逃げてたのか。うん。はい。もういないけどね。よし、倒れちゃった。あとだ、お話してから。はい、あー、もう全然意識がないのかな。認識がないけど。
気づいた？出るの？これ2話目なんですね。はい。はい。あ、クエストが追加されました。3話目ですね。最初に受けたとこだね。またびっくりマーク。え？ああ、これで教えてくれたんだね。最初の1話目のところにね、またいるみたいな、セラフ。ありますね。はい。はい、3話目です。はい、来ました。あー、実体化させて留めておく。ほほ、なんでしょう。スキルアップパネル銀だって。はい。はい。全部で5個。あ、雲の巨人ね。あの、湖のとこ、湖じゃなくて、水のとこ、湖いるよね。はい。じゃ行ってきます。ルーラストーンはないか。ないよね。東？違う、南だ。
落ちちゃって良すぎてね、これ本当操作が難しい。どこどこ、あ、いたいた。どこ行ってきたの。あ、弱いね。さすがにね、もう90、私が6かな。強くなりました。あと4個、あ、1匹で1個かな。1匹ずつか、弱っちいけど1匹ずつは大変だね。確実に1個狙うんだね。ここにすごい遠くが見えないから見づらいね。オフラインね、すごくね、本当よくできてると思うんですけど、遠くが見えないのは本当つらい。そこだけちょっとね、もうね、これ残念なところですね。オンラインやって毎日で3日とかやってますけど、やっぱりね、遠くが見えるんですよね。その上下の角度調整ができるっていうのかな、のがすごく大事なんですよ。はい、揃いました。だからあんまり先が見えないのはちょっと辛いよね。
シルフィーこんにちは。どうしようかな。なんでしやるの。勇者の光聞くのかな。知ってもよかったね。遊びはここまでですよ。遅くなってますね。援護します。ごめんね。うわ、テンションマックス。あ、でもスクルト効いてるからね、スクルトとマジバリ効いてるから、やっぱりいい感じにダメージ効いてますね。攻撃できるぐらいだから、アンディシアじゃなくてヒューザでもいいかもね。もう一回できるかな、必殺が打てれば。遊びはここまでですよ。おじいさんの方を先に倒さないとラブラブからに消しちゃうと思うんですよね。よし、もうちょっと始まり。何でもないか、シューズに入れ替えた。あ、でも引き立てくるかな。あ、倒せたか。パパッと片付けしまおうぜ。あれ、弱っちだわ、こっちは。はい、なんだ、ヒューザー攻撃する間もなく。
思ったら話すぎ。一緒にみんな。うん？ああ、本当だよね。これか。うんうん。これでリーダーになったんだね。王様じゃないってリーダー。うんうん。
そうか。わあ、これで繋がったんで、なんで王座に繋がってたのかなって思ったのね。うん。私頑張る。そうか。なっちゃうみたいになって。ああ、またいい話ですね。だからね、こう、王座に座ってたんだね。まあ、セリトとかも、すごいみたいな。町のみんなと協力して、お守りとか、今まで本当にありがとうね。はい、よかったね。すごくね、いいお話でした。忘れてました、ほんと。はい。砂漠の魔物相談員、はい、あら、アギーロ、ガイデンでした。本当にね、いいお話でした。見てくる？王座に、ね、座ってるの、これね、多分。気になってね、オンラインの方でね、セラフィーどこにいるのかなって思ってね、ここに来てみたら、あれ？みたいなね、王座にいたら、ほら、いる！ね、こうなってたの。いいね。こんにり座ってたの。とか思っちゃった。ちょっと角度が悪いな、これ。オンラインはね、横に並べるのに、並んでも見えない。ねえ。写真撮れないよ。撮れるのか？写真の撮り方が分かってないよ。じゃあね、はい、ここで終わりたいと思います。王座に座ってる意味がやっと分かりました。はい、じゃあまたです。バイバイ。